粗火で新茶を試し、四酒を楽しむ。近頃空想は熱くなってきましたので、先日寮を取りがてら人間界の旧友を訪ねたのです。するとそこで春の訪れとともに面白いものを見つけました。それがその絵です。降雪のあたりを旅行している途中だったのですが、どうやら春薬大典を宣伝するために作られたようです。それらの印鑑を組み合わせて紐解いてみると、先ほど読んだあの有名な詩になる。そう考えるとつい面白くなりまして。おや、美人どうかしましたか？ん？論人シャーレン？ぜひその方にお会いしてみたいものですね。お話ができればさぞ楽しいことでしょう。え、いいの？嬉しいですね。ずっと見てみたいって思っていましたから。あ、でも空想はもうすごく暑いんですよ。この気候じゃ春の行事にふさわしくないかもしれません。わあ、本当ですか？すごいです、若様。お？もしかして人間界に行くのですか？今朝万象神に故障があってまだ治ってないって聞きましたけど。若様、待って！